シュタットシュタイナ派は、ドイツ連邦共和国バイエルン州のオーバーフランケン、クルムバッハ軍北部の市で、シュタットシュタイナ派行政共同体の本部所在地である。シュタットシュタイナ派は、オーバーフランケン北部、フランケンバルト自然公園内に位置する、全国的に知られた、保養地である。イミヒャエル協会本市は、公式には27の地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。マルクト・シュタイナ派は1151年に初めて文献に記録されている。現在のシュタット・シュタイナ派の領域はこの時代にはバンベルク市教領に属していた。14世紀前半にシュタイナ派は都市圏を獲得した。1803年の帝国代表社会議主要決議によりこの町はバイエルン公国の所属となった。 バイエルン王国行政改革の時代の自治体例により1818 18年に現在の自治体が成立した。市議会は市長を含む17議席で構成される。近似に銀の斜め体、赤い爪を持つ黒い獅子。ロイテンベルク冬の運転で主体な川郷土博物館では波乱に富んだこの町の来歴を紹介している。 マルクと広場周辺の建造物が固まっている市の中心部は記念建造物保護地域に指定されている。街の風景を印象付けているのがカトリックの教区教会であるセーミヒャイル教会である。この教会は1903年に消失した教会の後継として建造をされたネオバロック様式の建造物である。この街はミュンヘン及びベルリンに通じるアウトバーン永久に面し、 連邦道 B303 が直接街を貫いている。ありがとうございます。